はい、皆さんこんばんは、4月13日木曜日、サッカーキングチャンネルがお送りする、JR 東日本カップ2017第91回関東大学サッカーリーグ戦開幕特番のお時間です。よろしくお願いいたします。はい、本日 MC は、月曜日の新平です。よろしくお願いいたします。はい、本日のゲストをご紹介させていただきます。駒澤大学のご出身で元 J リーガー、引退後は名古屋グランパスでスカウトをお務めになられた牧祐樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして本日のアシスタント、お昼の番組では金曜レギュラーのですね、長谷川優さんです。よろしくお願いします。はい、ということで、始まりましたけれども、牧さんはこれはニコ生とかニコニコ生放送とか、はい、そういったところでウェブ番組で配信されてるんですけど、はい、こういった番組とかってご出演されたことってありますか？ないですね。あ、初めてですか。はい、テレビとかでもあれですよね、現役時代にこうゲストで出られたりとか。いや、そんなに試合出てなかったんで。いや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 。賑やかしてる。あ、本当ですか。はい、本日は、J クラブでスカウトも務められた経歴をお持ちなので、はい、今日大学サッカーの、特番なんですけれども、そのあたりの経歴を生かしたちょっとお話をぜひお聞かせいただければというところでお願いいたします。何とか頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。長谷川さんは、はい、いつも、J リーグだったりとか海外サッカー日本代表いろんな試合ご覧になられてますけれども、はい、大学サッカーってイメージとかどう？はい、あ、私実は、はい、それこそ10年近く前は、はい、お金なかったんで、はい、大学サッカーって安く見れるじゃないですか。まあそうですね、はい。なので一人でスタジアム行くっていう勇気も当時なかったので、はい、フラッと大学サッカー見に行ったりとかはしてました。あ、実はそうなんですか。はい、へー。でもすごい昔になっちゃうんですけど、はい、まあ、10年もね、はい、まだ琉球に宇賀神選手がいた頃です。あ、そうなんですか。へー、すごいですね。まあね、今昨日もですか、宇賀神選手は一昨日か、はい、ね、アジアチャンピオンズリーグの、ね、試合でね、浦レッズの、はい、レギュラーでね、フル出場されて活躍されてましたけれども、はい、ウサギクで見てました。あ、そうですか。はい、本日はね、そういった大学、はい、今回ね、開幕直前特番ということで、当然今、大学に所属している、関東大学リーグのね、学校だったり、はい、選手だったりとか、っていうのももちろんなんですけれども、今まで、大学でね、大学サッカーで活躍されて、J リーグ、ね、羽ばたいていった選手なんか、そういったところのね、紹介もね、させていただきたいと思いますのでね、ぜひ、よろしくお願いしますということで。で、牧さんなんですけれども、はい、駒澤大学ご出身ということで、はい、高校は国見高校でいらっしゃるんですよね。当時の国見高校っていうと、もう全国大会、もう優勝、まあ、決勝戦に行くのが当たり前みたいな、そのぐらいのところですよね。牧さんは、同級生でいうと選手はどういった方が？同級生は今プロでやってんのが、はい、渡辺大吾とか、お、はいはいはい、柴崎光成とか、お、はいはいはい、広島、松橋勝、はい、はい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 、甲府の、ね、はい、はい、ああ、なるほど。でも先輩後輩っていうのもまたあれですよね、そうそうたる面々がということですよね。厄介な面々がねえ、で、いやいや、でもね、ちょっとね、調べたところだと、先輩には徳永選手とか、はい、後輩だと中村北斗選手とか、はい、平山颯太選手とか、ね、兵藤慎吾選手とか、ね、ね、すごいですよね。これだけいると、全国大会はどんな成績でした？牧さんいらっしゃった時って。いや、もうこの僕が入ってからの3年間はずっとなんか優勝、はい、優勝優勝ばっかりでした。ああ、そうですか、すごいですよね。それで、まあ、名門のね、駒澤大学ですね。これ、本当に。懐かしい。はい。あ、これは駒澤大学の頃に、ユニバーシアード、ね、はい、2005年の、イズミル、トルコですかね、はいはい、の大会に、出場された時の、今写真ということで、あれ、今切っちゃった、もう一回出せる、はい、もう一回出せます。はい、これ多分ね、よく見ると真ん中ぐらいにいますね、多分。牧さんはどのあたりですか？ああ、もういけない。はいはい、ど真ん中。はい、この時はどういう方々がいらしたんですかね、同じ代表メンバーだと。はい、今頑張って藤本淳吾とか、はい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 、赤嶺慎吾とか、はいはい、兵藤もいたし、あ、はいはいはい、結構いますね。すごいですよね。そうそう、だから、まあ、小宮山いました。
小宮山いましたね。はい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 、なるほどなるほど。徳永いましたね。そうですね、徳永選手もですよね。毎回徳永と同じ部屋にされるんですよ。いやすごいですね。この頃のチームっていうのはね、もちろんね、日本のユニバーシア、サッカーユニバーシアド代表はちょっと私も調べたんですけれども、サッカー競技だと一番優勝回数が多いんですよね。はい、ということでもう決勝戦優勝の常連ということで、この時も確か3連覇目の、ね、3回目の3連覇目でしたよね。牧さんがお出になられた時もということで、後に J リーグとか、ね、日本代表でも活躍されるそうそうたる選手が、まあ、いる中で、はい、ご活躍されていたということなんですけれども、はい、そこから名古屋グランパスでプレーされてということで、はい、名古屋グランパス、当時の選手というとどういう選手が、当時入団した時は、はい、圭介いましたね。本田圭介。あ、本田圭介選手も、はいはいはい、顎で使われてました。勇気、ここにボール置いたら取られへんねん。先輩なんだけどな。サッカー教えてもらってました。はい、監督さんがちょうどストイコビッチ監督、2年目から。あ、ストイコビッチ監督も、はい、はい、すごいですよね。フォワードでね、マキさん出したんで、ヨンセン選手とかですよね。まあ、ね、マキさんもやっぱね、お兄さんの牧誠一郎選手と一緒でね、ヘディングだったりとか、はい、やっぱ高さはね、強敵なものありましたけれども、やっぱりヨンセン選手の高さってのはものすごいですよね。まあ、高さだけじゃなくてやっぱ上手さとかもあったし、はい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 、まあ、人としてやっぱすごい、あ、なるほど、なるほど、真摯な方で、あ、やっぱそれだけのね、世界でも活躍するキャリアをやっぱり持ってる選手っていうところですよね。はい、でその後、まあ、1年湘南ベルマーレでもプレーされた後、名古屋グランパスで、現役引退されるということだったんですけれども、はい、これグランパスの、まあ、プレーが多かったですけど、はい、1年間湘南ベルマーレ行って、これやっぱ他のチーム行ったりするとまた全然気分って違いますか？あ、気分っていうかやっぱり試合出たかったのもあって、はい、で実際5試合は最初ずっとスタメンで出て、はいはい、怪我しちゃったんですよ。あ、なるほど。何しに行ったんだって、はい、怪我しに行きました。せっかく湘南の夏を楽しみにしてたのに夏場奈良の病院に入院してる。なかなか地獄でしたよ。あ、そうですね、はい、で現役引退された後も即スカウトになられたっていうことですかね。はい、はい、まあ、引退する経緯が、はい、どっちかというと25歳ぐらいから、はい、久米さんって GM の方から、はいはいはい、ずっと、お前スカウトやれスカウトやれっつって、もう今年で辞めるかって言って毎年言われてたんで。そうなんですか。はい、それは久米さんはどういったところを見込まれて、やっぱりスカウトってやっぱりいろんなところを回ったりとかして、いろんな人とコミュニケーションを取って、かなり難しい仕事なんじゃないかなっていう印象あるんですけれどもね、はい、監督さんもそうです、選手もそうだし、うん、いろんな関係者の方とコミュニケーションを取らなきゃいけないところなんですけど、どういったところでスカウトの手腕というか見込みがあるっていうふうに思われたんですかね。どっちかというと大学の時からずっとそのユニバーシアードも、はい、乾監督にお前と広井はオフザピッチで活躍してもらうから。いやいや、まあ、どっちかというとムードメーカーじゃないですけど。いやいやいや、でも広井選手もだってもっとその後にプロで活躍される選手なんで、乾監督もそういう、はい、いやいやいや、でも本当そうなんです。監督なんで僕ら選んだんですかって、よオフザピッチに決まってもらうから。じゃあ頑張りますっつってスタッフと一緒におにぎり握ってました。すごいですね。はい、まあなんでそういうところもあって、やっぱそのキャラクターをちょっとスカウトのパワーに向けてほしいっていうのは多分あったと思います。なるほどなるほど、はい、まあ、ちょっとねスカウトでの、まあ、お仕事ぶりというか、まあ、どういった、ね、選手と例えばプロに、ね、導いたのだったりとか、そういったところはちょっと後ほどまた、はい、ご紹介させていただきますんでね、早速ちょっと本題にね今日は入っていきたいと思います。本日はですね、関東大学サッカーリーグに開幕に合わせた、まあ、特番になってるんですけれども、視聴者の皆さんにもね、より、大学サッカーに興味を持っていただきたいなということで企画させていただいた、番組です。そこで、まあ、大学サッカーにスカウトとして、精通した、まあ、選手としてもそうですね、精通した牧さんに楽しみ方や魅力を語っていただきたいというふうに思ってます。とはいえなんですけれども、なかなかやっぱり今までご覧になったことない方々っていうのは、まあ、大学サッカーについてねやっぱり知らないことも多いと思うんですよね。はい、なので、まずは大学サッカーの基礎的な知識というのを3分で皆様にお伝えしたいと思いますということで、
ここでこうフリップであのタイトルがあるとすごい良かったんだけど、3分でわかる大学サッカー基礎知識ということで、まずちょっとご紹介していきたいと思います。3分で僕が紹介しなきゃいけないんだよね。3分で紹介します。はい、じゃあまず、3分でわかる大学サッカーということでですね、大学サッカーは、もちろんまあ大学生によるサッカー大会ということなんですけれども、実はまあ全国リーグっていうのはないんですよね。はい、全国9地区に分かれてそれぞれの地区でリーグ戦が行われています。まあいわゆる今回の関東を筆頭に、関西だったりとか九州だったりとか東北だったりとかっていう形ですね。で今回番組で特集しているのはもちろん関東大学サッカーリーグなんですけれども、歴史がものすごく古いんですよね。今年で第91回、これ91年間やってるってことでいいんですよね。91回ってことはこれものすごいですよね。それこそ今 J リーグが25周年ですかね、25年目っていうことになりますんでね、まあ、天皇杯にも近いそれこそね、回数、やっているリーグ戦ということになってます。最多の優勝を記録しているのは早稲田大学ということですね。現状の、まあ、レギュレーションなんですけれども、関東大学サッカーリーグは1部12校、2部12校で構成されて、小降格も、存在しますと、いうことで、1部からの降格チームは2部へ、2部からの降格チームはそれぞれの都県リーグへと降格と、2部上位校は1部へ、都県リーグの上位チームで争う参入戦を勝ち抜いた大学は2部へと昇格しますと。いうことでですね、今年は日本大学と立正大学が、関東大学サッカーリーグに参入したということなんですけれども、これ結構厳しいリーグですよね。学生さんで4年間でね、選手がどん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 変わっていくのに昇降格が、プロスとは一緒にあったりとかっていうことで、結構この辺のプレッシャーみたいのってやっぱりあの学校の歴史とか部の歴史も古いんでやっぱりあるんですよね。ありますよ ね、 ねやっぱり早稲田大学がね2部にいたとあの都県リーグにいた、都県リーグに、そうですね、はい、僕が高校大学ぐらいの時は都リーグにいましたね、はい、早稲田大学は、はい、それで徳永とか入って、あですよね、はいはいはい、でどん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 って上がってきて、はい、そうですね、はい、はい、これなかなか難しいところがありますよね。そして、大学の、タイトルっていう形で大学三大タイトルっていうのがあります。こちらですね。まあ今回はまあ各地区リーグ戦ということなんですけれども、まあ、これが関東大学サッカーリーグに当たりますと。あと2つが総理大臣杯とインカレっていう大会がありますね。総理大臣杯はまあリーグ戦の結果に関係なく各地区で予選を行い優勝校を決定する全国大会、まあ大学サッカーの天皇杯みたいな形なんで、まあトーナメント戦なんで一部二部も都県リーグも関係なくまあ予選が行われて、どんどん勝ち進めば進むほど上の大会に行ける、まあ本大会に行けるっていう形の大会ですね。はい、でインカレ、こちらはリーグ戦の上位チームが出場権を獲得し優勝校を決定する全国大会ということで、まあいわゆるなんかチャンピオンズリーグに近い感じですかね。旧地区の優秀なチームがまあ集まると、成績優秀なチームが集まると、これらを制する大学三冠を最大の目標に選手たちは戦っていますということなんですけど、牧さんは大学時代の、まあ、4年間の成績でいうとこの三大タイトルっていうのはどんな感じで覚えていらっしゃいますか。はい、とりあえず全部は優勝してる。おお、さすが強かったんで、はい、ちなみに今回は2年に一度行われる、学生のためのオリンピックと言われるユニバーシアード競技大会がありますね。まあ先ほど、マキさんね2005年の、イズミル大会ですか、優勝されてますけれども、ユニバーシアードは世界中の大学院生から、学生が集まって世界一を決める大会ですと。で、日本は最多5回の優勝を記録しておいて、うん、今年の代表選手たちにも期待がかかりますということですね。あ、これはそうですね、牧さんも映っていらっしゃいますよね。はい、まあ、今のは、3分で分かる大学サッカーということで3分で収まったのかどうかちょっと分かんないんですけれども、ね、これでまあ基礎知識ということで大学サッカーのまあなんとなくルールっていうのはこれで理解できるかなというような形になっていますね。基本的な知識を抑えられましたでしょうか。はい、でここからはあの大学サッカーを楽しむための情報ということで、ゲストの、牧ゆきさんにお話を、お聞きしていきたいと思います。はい、じゃあちょっといくつか質問をしていきたいなと思うんですけれども、はい、まず、まあ、大学リーグということで、まあ、もちろん皆さん多分高校サッカーで、サッカーを一生懸命やられてた選手たちが大学、はい、行って大学リーグでプレーしたいと思って、進学、ね、はい、進路を選ぶと思うんですけれども、ね、
牧さんはまずなぜ大学でプレーしようと思われましたかというところなんですけど、まあ、国見高校でねそれほど優秀な成績を収められて、まあ、場合によってやっぱり直接プロに行く選手とかもねどんいっぱいいたと思うんですけれども、はい、なぜ進学しようと思ったかということと大学進学のメリットみたいなものっていうのはどういうところにあると思われますか。まあ、大学の進学に関しては、はい、あの国見高校の小嶺監督その当時のは基本的にすぐプロっていうよりは大学でやっぱり、うん、はい、もう少しあの人間教育をこうしっかり頑張ってっていう大学を経てっていう考え方の人だったんで、なんでそれも自動に ほぼあのみんな大久保嘉人と渡辺大吾とかそれ以外はやっぱ徳永とかもやっぱり大学を経てっていう感じになってましたので、まあ自然な流れって言えば自然な流れだったんですけどね。社会人としてやっぱりなんかこう、まだまだまだものもあるんじゃないかっていうところですかね。はい、やっぱりそういったところも一つメリットというか、大学プロいきなり行かないでも大学に行くメリットっていうところではあります ね、 そうですね、はい、あとはもちろん、まあ高校卒業時ではなかなかプロに、ね、かかるっていうところまで行かなかった選手でも、これからまあ紹介していく選手にも、ね、高校時代は無名だったけれども、ね、大学に行って花開いたっていう選手だったりとか ね、いっぱいいますんで、そういった、やっぱり厳しい戦い、大学は大学でやっぱりかなり厳しいね、まあ、チームでのレギュラー争いだったりとか、ね、他チームとの戦いだったりとかを制してやっぱりね、どん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 選手はレベルアップしていくわけですから、そういったところももちろんありますよね。はい、駒澤大学についてちょっと、当時のですね、はい、聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、駒澤大学のチームメイトということで、この駒澤大学は、チームメイトにどんな選手いらっしゃいましたか。まあ、それこそ赤嶺とか、はいはい、原和樹とか、はいはいはい、まあ、一個下で言うと菊池、大宮の菊池とか。ああ、はいはい、そうですよね、はい、これ写真ありましたよね確か。はいはい、確かね、大学、牧さんが大学時代の、なんですか、スターティングイレブンの写真があったんで、今ちょっとね出しますからね、ちょっと待っていただき、お話をここで写真がパッと来る流れの、あの台本のあれ構成になってるんですけれども、はい、牧さんはそれこそ大学の頃は4年間ずっと関東選抜に選ばれるっていう経験だっていうふうにお聞きしたんですけれども、はいはい、やっぱり関東リーグ内でもライバルっていうのはそれこそ大勢いらっしゃいますよね、他チーム、まあ、先ほどユニバーシアの選ばれた選手とかのお話もありますけど、はいはい、藤本選手とか筑波大学とかですかね。嫌、はい、でしたね。あ、本当ですか。やっぱり、はあ、ディフェンスだとどうですか。牧さんはまあフォワードをやられることが多かったと思うんですけれども、はい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 、対戦相手のこうディフェンスのライバルだった嫌な選手いましたね。はい、はい、国士官とか嫌でしたね。あ、それこそ竹内明って、あ、はいはいはい、はい、グランパスでもプレーされた、はいはい、あと片岡とかでなんかヘディングすごい気合い入れて、はいはい、僕はもうヘディング勝てなかったら試合使ってもらえないんで本当に嫌でしたね。まあ、はいはい、なるほどなるほど。やっぱり高さのところでのエアバトルっていうところでかなり、ね、はい、ライバル争いっていうのがあったということで、まあ、写真がちょっとね今、あ、出ますか。はい、出ましたね。これがこれ大学4年生ですかね、この時はどうですか。あ、これ4年生ですね。あ、本当ですか。はい、はい、右から2番目の選手が菊池選手ですよね。はい、はい、大宮でキャプテンマークなんかも巻いたりしてプレーされてる、はい、はい、で左の一番後ろの列がの 原選手ですね。広い、ね、はい、広い選手、はいはい、ですね、はい、でそのお隣が牧さんですかね、はい、はい、ということで、まあここパッとね、多分これ長いリーグ戦なんでいろんな選手がいたりとか、ね、当然4年間いたらいろんなレギュラー争いがあるんですけど、まあ、この1試合パッと見ただけでも4人も、プロにいた選手がパッと名前が出てくるっていうぐらいの、ね、レベルだったっていうことですよね。はい、まあ、当時のところをもう一個だけちょっとお伺いすると、はい、当時の大学サッカーのレベルっていうところで言うと、いかがでしたか。やっぱり高かったと思いますよ、はい、プロにいて今活躍してる選手もかなりいると思うんで、はい、大学だとまたその大学リーグっていうのもあるんです。大学の先ほどの三大タイトルっていうのもありますけど、例えば天皇杯だったりとかっていうところで、はい、あの社会人のチームとか、はい、場合によっては J2 とか、はい、J1 のチーム戦うっていう、ね、あのまあ練習試合とかでもありますかね、はい、やっぱりそれだけの大学の、ね、そうですね、チームになると。そういったところでいかがでしたか。そういうプロとかとやってみて大学のレベルってどうなのかなっていうところ。あ、いや、でもあのプロの方たちと試合して勝つっていうのがすごく監督の目標が
あったんで、はい、あのいい勝負はしてるだと思います。あ、そうですか、はい、なるほど。結構ね練習試合とかでもね、あの大学とかの方がね、はい、勝っていたりとか、ね、あとは、まあ、天皇杯なんかはね、はい、やっぱり、ね、明治大学それこそ、うん、がねかなり躍進したりとかね、まあ今都県予選とかだとね、大学 と、J3 のチームとかがね戦ったりとかして、神奈川とかだと専修大学とかがね、はい、J3 のチームに勝ったりとか、うん、10年前ぐらいに琉球かなんかが練習試合で日本代表に勝ったとかも、ね、ありましたね。あ、なるほど。それはまたねすごいですよね。嫌、はい、だと思います。やっぱ大学生と練習試合するのはプロのチームは、はいはいはい、まあでも体的にはかなりできてて、スタミナだったりとか走力だったりっていうのはやっぱりもう大学生になってくるとね、あの選手によってはプロと遜色ないっていうところですから、なかなかやりづらいですよね、プロの選手からすると。またチャレンジ精神でね、戦ってくるでしょうし、はい、それから今というか、スカウトに転身されてからっていうところなんですけれども、まあご自身が大学サッカーをおやりになられた時と比べて、またスカウト時代に大学サッカーを改めてご覧になったとき、なんかこう違いを感じられたところだったりとか、そういったところ違いっていうのはそんなにやっぱ感じないですけど。あ、そうですか、はい、ね、プロのずっと試合見てるよりも、うんうん、学生サッカー、大学サッカーとか、はい、高校サッカー見るのはすごい楽しいですね、はい、あの感動もするし。あ、なるほど。本当に試合一試合にドラマがあって感動するから見てて面白いです、飽きないし。そういうなんかいわゆる学生スポーツのならではの、はいはい、エモさというか、はい、部分っていうのがあるっていうことですかね。現在の大学サッカーのレベルっていうのは当時と比べていかがですか。どうなんですかね、はい、自分では何とも言えないですけど、はい、まあ、やっぱ技術とかそういう部分に関してはすごく上がってるんじゃないかなと思いますよ。なるほどなるほど。まあ、今ちょっとおっしゃっていたところなんですけど、やっぱり大学サッカーの魅力っていうのはやっぱそういう、まあ、若い選手たちが、やっぱ諦めずに一生懸命熱く戦うっていうところなんですかね。うそうですね、まあ、やっぱチームの色も出やすいですから、はい、あ、なるほど。各チームでこういう色があってっていうのを、そういう見方をするとまた面白いですよね。学校のカラーみたいな感じですか。そうですね、はい、なんかそういうのってある程度定着したカラーとか、もし牧さんがなんか知っている範囲であれば教えていただけると、多分初めてご覧になれる方もなんか、あ、こういうカラーなのかなとかっていう。変なこと言っちゃいましたね自分の首絞めましたね今ね。もしなんか思いつくというか。いや、でも本当それぞれだと思います。はい、はい、まあそこはもし皆さん会場に行って、ね、見つけていただいたりとか、はい、ね、していただけるといいかなというふうに思います。はい、それから、昨季のリーグ戦の振り返りということなんですけれども、ちょっと今手元に、これ今年の、大学サッカーの、プログラムというところであるんですけれども、ここに多分今日確か去年の結果も載っていたんですよね。はい、ここですかね。はい、まあ、去年は、まあ、明治大学が、優勝を収めて、筑波大学が準優勝というところだったんですけれども、これこの順位の並び、まあ、3位が日体大、4位が順天堂大学、はい、まあ、上位は大体こんなところだったりするんですけれども、なんかサプライズみたいなところって去年の結果で何かありましたか。サプライズというか、あの明治大学はどちらかというと、僕らの時から、はい、あの後期すごく調子がいいイメージはあるんですけど、はいはい、まあ、去年で言うとずっと安定して、ね、そうですね、まあ、8節ぐらいから、はい、まあ、22節までね、12チームの大会なんであるんですけれども、8節からずっと首位を走り続けたというところなんですけれども、はい、まあ、この時期でこの順位にいたら明治は優勝するかなとかっていうのを大体思ってましたけど。なるほどなるほど、はい、それからやっぱ日体大の活躍ですか、トピックスとしてはどうなんでしょうかね。はいはい、この番組にも出ていただいた鈴木監督がね、あの元ジュビロ磐田の、はいはい、監督さんをされて、いるチームだったんですけれどもね。あ、これ明治の写真ですか。明治ですね、はい、紫のね、ユニフォームなんですけれども、はい、まあ、明治は、やっぱりイメージからするともうここ数年ずっといい選手というか、いい成績を収めつついい選手をやっぱりプロに送り込んでるっていうイメージがありますよね。はい、まあ、牧さんが、ね、スカウティングされた選手でも例えば、グランパスでいうと、
泉選手とか、うん、そうですよね、はいはい、泉選手はもう高橋、はい、高橋亮選手だったりとかっていうところなんですけど、はい、泉選手はまあ去年も14試合ですか、J1 で出て今年ももう J2、ね、はい、7試合中6試合出てるっていうことで、はい、かなり活躍している状況なんですけれども、はい、まあ今年も、ね、どういった、この辺の明治大学とか、ね、この辺りを軸に優勝争い展開されてく、るんじゃないかな。だから筑波大学も、ね、かなりまた上がってきてますよね、はい、それとですね、大学サッカーのちょっと活躍した選手っていうのをここで紹介していいのかな、ここで紹介した方がいいよね多分ね、はい、まあ、近年活躍した選手、大学リーグでサッカー、活躍した選手でプロにいる選手ということでね、紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まずは、今ね話に出た日体大から、高井選手、高井一真選手なんですけれども、はい、彼は、まあ群馬、J2 の、ザスパ草津群馬に、はい、入団して、J2 今7試合消化してるんですけれども、6試合、で出場していて3得点ということで、これがなんかちょっと聞いたところによるとザスパクサスちょっと今年ねまだ調子上がってなくて、3点しか取れてないんですよ、リーグ戦で3点なんですよね、7試合で。なので全てがこの高井選手のゴールということで、いきなりルーキーでこれだけの活躍してるっていうことですよね、すごいですよね、これなかなかすごいいい選手、僕、はい、ずっと注目して、あ、本当ですか、スカートもしたかったぐらい、はいはいはい、注目してたんですけど、はい、やっぱボール持った時の、はい、アクションとか、うんうん、そういうのはボール持ってない時のオフの時は全然動かないんですけど、ボール持った時にやっぱりすごいっていう、あ、なるほど、やっぱワクワクするようなプレーをするんで、フォワードらしい選手ということですかね、はいはい、ちなみに2016年関東大学サッカーリーグの得点王と、はい、いうことです、はい、それから長戸選手ですか、はい、長戸選手なんですけど、法政大学から、ベガルタ仙台に、入団した、長戸克也選手なんですけれども、彼は、まあ、いきなり J1 クラブ、ね、入団したということなんですけれども、はい、このオレンジの、ね、ユニフォーム法政大学ですが、J1 にもうすでに6試合出場しているということで、J1 は6試合消化という状況なんで、全試合に出てます、はい、もうすでにスタメン出場ということですね、はい、サイドバックとかサイドハーフが得意な選手ですかね、はい、彼なんか印象とかってありますか。いや、ありますよ、やっぱり攻撃のところのスペシャル感はすごいですし、はい、うん、やっぱクロスの精度とかっていうのもやっぱりちょっと違うもんありましたね、はい、うん、なるほどなるほど、それから、ちょっとね駆け足で紹介していきますけれども、まあ、室谷選手ね、はい、彼はまあまあ言わずと知れた存在ですよね、リオ五輪代表ということで、リオ五輪での活躍ね、ゆうちゃんすごかったですよね、はい、はい、まあ、怪我も、ね、してしまったんですけれどもね、やっぱり執念の、まあ、回復というかね、オリンピック間に合わせてきて、まあ、FC 東京でねもうどんどん活躍してますけれどもね、それから、仙藤選手ですか、はい、東洋大学から京都三河入団ね、した仙藤選手ですね、彼も、ちょっと京都がねあんまりまだ調子上がってないんですけれども、J2 で6試合出場して2得点上げてると、 4試合スタメンですよ、もう完全なレギュラーですよ ね、 いいですね、はい、彼はどうですか。やっぱり足元の技術とかパスセンスっていうのは、はい、うんうん、やっぱり途中から出場することも多かったですけど、はいはいはい、J リーグでは、うんうん、はい、よく見てるんですけど京都なんかは、はいはい、流れやっぱりカラッと変えれる力はあるんで、なるほどなるほど、先頭入ってから流れ変わったなっていう試合も結構多いと思います、はい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 、じゃあやっぱりもうルーキーですけども、キーマンになってきそうな選手ですよ ね、 すね、はい、センスがあるし、まあ、地元のチームっていうのもあるし、はいはい、そうですね、はい、先頭選手もねハーフタイムにご出演いただいたことがあるということで、この番組結構すごいんですよ、はい、はいはいはい、それからあと、まあ、江坂選手と瀬川選手はやっぱり外せないですかね、近年の活躍選手だと、はい、江坂選手はすごいですね、琉球大学出身、琉球経済大学出身ですけれども、まあ、ザスパ草津群馬、入団して、J2、 2015年に J2 で13得点、そして、J1、大宮アルディージャに移籍して、はい、去年もうすでに8得点取っているということになってます。今年も6試合、全試合出場しているという形ですね。あ、これあれですか、大学時代の、うん、あ、すごいですねこれ、はい、右小倉さんですかね、小倉純二さんですかね、はい、
はい、瀬川選手もですね、明治大学から、ザスパ草津群馬、これあの江坂選手と入れ替わりで入団したんですよね、はい、江坂選手が、オミアルディージャに、移籍してしまうので、はい、その26番っていうのを引き継いだ、選手ですね、はい、ですごいのがこれ、瀬川選手って、江坂選手が、まあ、群馬で13点取って去っていったんですけど、はい、瀬川選手も13点取ってるんですよね、群馬で、はい、で、今年から、オミアルディージャ、もうすでに2試合出場してます、はい、それから最後、近年の活躍選手、最後は中山雄貴選手ですね、彼もルーキー、これはごめんなさい、あ、明治大学ですね、ごめんなさいね、瀬川選手がいた、明治大学の、写真になってます、はい、これこの写真がすごいんですよ。ほう、紹介してください。僕がですか、はい、今4年生の柴田選手以外、はい、今全員プロになってます。おー、すごい。そうですね、そうですか、すごい。あ、確かに見たことある顔ばかりですね、これはすごいですね。まあ、あの柴田選手もね、去年の大学、全日本大学選抜に入ってる選手ですから、まあ順当にいけばプロ間違いないっていうことなんで、 ね、はい、ね、ここに映ってる選手は全員プロになるっていう、全員プロですね、すごいですね。いやー、明治大学すごいですね、本当に。やっぱりそういうあれですかね、どんどんいい選手もどんどん高校とかから入ってきつつ、さらにその彼らが成長していくっていう、明治なんかはすごいスカウティング活動、はいはいはい、高校からこう引っ張ってくる力がすごいあって、はい、やっぱりどん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 次の年も次の年もっていい選手が多いですよね。そうですね、まあ、明治大学でいうとね、この写真にも写ってると思うんですけど、山越選手ですか、はいはい、この番組で、ね、出演してくれましたけれども、はい、ね、去年 J2 のオミアルディジャに、ね、入団して背番号いきなり4番もらってレギュラーでね、活躍しましたからね、やっぱりそういうところはありますよね。で、ごめんなさい、最後途中になってしまったんですけども、中山雄貴選手は、早稲田大学から横浜 FC に、入団した、選手になってます。彼は、確か高校はレイソルユースだったかな、アルディージャのジュニアユースからレイソルユースで早稲田大学で横浜 FC ということで、 J2 にすでに3試合、出場しているので、ルーキーながらもうね、半分の試合に出場しているということで、まあ、これだけの選手がパッと挙げただけで、しかもこの 1,2 年の選手ですよね、しかも、うんうん、だけでこれだけの選手がね、トップリーグで活躍しているということなんで、ものすごい、やっぱりレベルの高さが伺えますよね、関東大学リーグの、はい、大学サッカーから、はい、プロに行かれると、やっぱ即戦力っていう期待になるじゃないですか。はい、その点でこうスカウティングする際にどういったところをこう見て、なるほど、してたんですか。まずはやっぱり自分のチームにフィットする選手、あとは補強ポイント、サイドバックが足りないならサイドバックっていう、はい、視点でやっぱ見に行って、でもまあそれでもやっぱりいい選手って思えば、うん、ね、どんだけフォワードが多くても、フォワードにいい選手が大学サッカーにいれば、やっぱりそこを取り切るっていうのもまたスカウトの、ね、醍醐味だし、やらなきゃいけないことかなと思ってましたよ。うん、これでも大学生ってやっぱりチーム選びとかって結構難しそうですよね、そのどのチームに入るかっていう、そうですね、はい、やっぱりね、J2 のチームに入団したとしても、江坂選手とか瀬川選手みたいに1年で結果で出して、はい、それぞれね、J1 のチームに移籍できるっていう場合もありますからね。そういうやっぱ視点で選ぶ選手ももしかしたらいるかもしれないですね。そうですね、はい、やっぱりまずは確実に試合に出て活躍するっていうのを優先順位に上げる選手もいるし、はい、なるほど、はい、そうですね、まあ、牧さんがスカウトした選手ね、さっきちょっとね、名前が明治大学のところで上がりましたけれども、泉隆二選手、それから高橋亮選手、それから、慶応大学のね、宮地選手ですね、彼も番組出てくれましたよね、はい、それから、松本航平選手ですか、はい、松本選手なんかは僕もちょっと確かこれいろいろ記事とかを読んだんですけども、キャリアがものすごく変わってるというか、変わってますね、ですよね、これすごいんですよね彼は、はい、藤沢青龍高校でいいのかな、これ、はい、読みとしては、はいはい、まあ、そもそも、ね、藤沢青龍高校って多分高校サッカーでそんなに聞いた、少なくとも僕は聞いたことない学校だったんで、はいはい、そこから大学はまあ国士舘大学に入学されるんですけども、最初サッカー部じゃなかったっていう話なんですよね、はい、なんか社会人リーグかなんかで友達と一緒にプレーしてたって、ね、はい、はい、ちょっと揉めましたけどね、クラブの、リリースで
それどうするの、載せるの、載せるの、はい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 、なるほどなるほど、載せたんですか。載せたと思います、はい、キャリアとして、はい、はい、でそこからね、大学の方のクラブ、体育会のクラブに、入部改めてしたということで、はい、やっぱり高いレベルでやりたくなったんですかね。はい、そこから関東大学リーグの得点王にも2014年に輝いて、ね、牧さんのスカウトで、プロ入りするということなんですけれども、ね、まだなかなかこう、ね、今風間監督に変わったとかっていうところもあって、試合出場はまだないんですけれども、はい、松本選手いかがですか。松本は今怪我してて、あ、なるほど、大学の最後で怪我しちゃって、あ、はいはいはい、まだ復帰してない状態なんで、まあ、なんとか復帰して試合に絡めるように、はい、やっぱり、ね、得点を 取られるだけあって、やっぱり、ね、得点感覚というかアタッキングエリアでのプレーにはやっぱり目を見張るものが、そうですね、やっぱ得点力は高かったし、うん、このがたいで結構ね動ける、献身的に動き回れるっていうのも魅力の一つかなと思いますけど、なるほど、はい、まあ、その他ね、大部選手だったりとか、福岡に移籍しましたけど松田選手ね、松田力選手だったりとか、あとは、矢田朝日選手だったりとか、こういった選手を牧さんが、スカウトされたということなんですけれども、スカウトをしていく上、なんか選手のこういうところを見るとかっていうのってなんかありますか。やっぱりずっと僕はここを見ろって言われてたのはやっぱり人間性、あーはーはーはー、やっぱプレーだけじゃなくて人間性、はい、しっかりした人間性を見て、はい、選手と話して、はい、会って、でそれでしっかりした子を連れてこいっていうのはずっと言われてたんで、なるほどなるほど、みんな本当弟じゃないですけど本当可愛がってますし、はいはい、家族になれるような選手を連れていきたいなっていうのは一つありました、ね、なるほどなるほど、でやっぱりそうしてスカウティングした選手っていうのはどのチームに行ってもやっぱ気になる存在ということですよね、はい、はい、これだけの選手ね、やっぱり、まあ、監督さんとかもどうですか、やっぱこれらの、まあ、クラブという学校か、の監督さんというのはやっぱそういった教育とかっていうのもしっかりされてるってことですかね。そうですね、やっぱり大学サッカーっていうのはその人間教育もやっぱり大事な観点になってきて、うん、やっぱり大学サッカー出てきた選手はしっかりしてるなっていうイメージはすごくあります、ね、なるほど、はい、それではですね、まあ、ちょっとね、まだまだお話聞きたいところではあるんですけれども、いろいろ今回ちょっと取材をね、させていただいていたりしますので、まあ、番組が、今回は、昨季優勝校の明治大学と、今季要注目校と、いうことで、順天堂大学に取材に行ってきてましてですね、その様子を収めた動画が、あるということなんですけれども、あ、ごめんなさい、その前に、今季の注目選手だね、これ今季の注目選手を紹介しないといけなかった、ごめんなさいね、でこの特にこの2校ですね、ごめんなさい、この2校から注目選手がいるということなんですけれども、これ動画にも出てきてくれる選手ですね、明治大学は、木戸光希選手、はい、東福岡高校から明治大学に、進学されたということで、2014年は日本高校選抜にも選ばれている選手ですね、うん、はい、それから、柴戸海選手ですかね、はい、彼は市立船橋高校から明治大学に進まれて、先ほどね、それこそ写真に出ていた、はい、選手なんですけれども、2016年の全日本大学選抜、ということになってます、それから順天堂大学からは、動画に出てくる選手は詳しくは後で、あ、ごめんなさい、そうですか、はい、すいませんでした、はい、ということで、じゃあルーキー、ごめんなさい、これルーキーに行くか、この流れで、そうか、今季の注目選手はルーキーだったのか、ごめんなさいね、はい、まあ、取材させていただいた明治大学の選手の中で注目ルーキーという選手がお二人いました、隅永選手と蓮川選手ですね、はい、彼らからちょっとコメントをいただいているので、ちょっとそちらを紹介したいと思うんですけれども、まず隅永選手、隅永選手は FC 東京のアンダー18ね、から明治大学に進学された、逆ですね、あ、ごめんなさい、違ったそう、青森山田高校から明治大学に進学された選手ですね、はい、2016年、この間ですね、それこそ、はい、高校選手権優勝で、日本高校選抜ではキャプテンも、していた選手です、
とその2人からなで長谷川選手が FC 東京のアンダー18で彼もまあセンターバックでキャプテンをしていた選手ですよね。から明治大学で東京では U23 の試合に出たりということで2種登録もしていたということになってます。2人のキャラクターについてということなんですけども、隅永選手は、めちゃめちゃ声が大きい、これごめんなさい、こうですね、ごめんなさい、この写真ですね、はい。学校のガイダンスでみんながひそひそ声で話している中、隅永選手一人だけ普通に大きな声で喋っていた。これがハスカワ選手のコメント、はい。それに対してハスカワ選手は、話しかけられるのをすごい嫌そうにしていた、周りの目を気にしているタイプ、隅永選手ということで、でも2人ともキャプテンだからね、話しかけたらねしっかり受け答えできそうな気がしますよね、はい。それから明治大学、ね、これから動画出てきますけれども学校生活について聞きました。隅永選手は、サッカーのレベルはすごく高いと日々の練習の中で感じています。寮生活は練習参加した時にも、見てますし、サッカーをするためレベルアップするためにここに来ましたと、そのためにしっかりと準備をしてきたので改めて驚くようなことはありませんと、しっかりしたコメントですね、はい。それから長谷川選手は、僕はサッカーに真剣に取り組むのはもちろんですが、せっかく大学生になったのでサッカー以外にもさまざまなことに興味を持って人としての成長を目指していきたいということで、やっぱり学校の勉強だったりとか、ね、学生生活っていうものにも興味があるような、これが、隅永選手かな、高校選手権の時に、キャプテンマーク巻いてますけれどもね、素晴らしい選手宣誓でしたよ。あ、そうですよね、はい。高校選手権も優勝、それから、高円宮杯の、ね、チャンピオンシップでも、優勝してますね、はい。素晴らしい成績を残した選手です、はい。で動画行っても大丈夫ですか、行っても大丈夫ですか、はい。ダメなの一覧、あ、それから他にもいるよっていうのを紹介するってことね、ごめんなさいね、はい。トイレ行きたいから早く動画行きませんはい、それからですね、ちょっと待ってくださいね、はい。それから、写真、のみの紹介なんですけれども、ちょっと待ってくださいね、はい。写真出ますか、ごめんなさい、出せますか、行っても大丈夫だぞって言ってきていいかな動画行ったらいけますもんね、動画と思って、ね、ここかと思ったらそっからちょっと長いんで、はい、はい。最初は5人だけ紹介させてください。大石義康選手、 FC 東京 U18 から筑波大学、のルーキーです。2016年 FC 東京で2種登録、されてる選手です、はい。写真出ますか、そうですね、 J3 でも試合に出場しています、はい、はい。これね、最近のちょっと学生さんはね、あの名前の読みがちょっとごめんなさい難しくて、ちゃんとキラキラネームですね、そう、いや違うか、違います、違います、あの違います、そういうわけではありません、はい。それから次は長澤幸喜選手で大丈夫ですかね、はい。前橋育英高校から東洋大学ということで、前橋育英高校はね、さっきの選手権で青森山田高校に惜しくも敗れましたけども、はい、準優勝に輝いた選手になってます、はい。そうですね、はい。それから森岡陸選手、ジュビロ磐田、U18 から法政大学ということで、彼はアンダー18の日本代表、アンダー16から18までは日本代表に選ばれている選手ですね。でジュビロでは2種登録もされている選手なんですけれども、法政大学に進学したということで、かなり期待が、できそうな選手ですね、はい。それから、これは、渋谷、雅也選手で大丈夫ですかね、はい。渋谷選手、国学院久我山高校から国士舘大学ということで、国学院久我山高校といえば2015年度の選手権で、ね、ものすごい躍進劇ということで準優勝、しました、はい。写真出ますか、はい。10番つけてた選手ですね、そうです、うん、はい。で最後は、富山大輔選手、はい。関東第一高校から専修大学ということで、関東第一高校のエースですね、2015年の、高校総体の優秀選手ということでですね、1年生、見ても、プロにもいけるんじゃないかっていう選手がこれだけ、ね、パッと上げただけでもいるという形になってますんでね、当然今プロ注目の上級生の選手ももちろんなんですけれども、こういったルーキーの選手も注目して、みんなが俺のトイレを心配してくれてコメントがねすごいですよね、はい、大
大丈夫です大丈夫僕は大丈夫ですということで、はい、なので、これからすいませんでした、はい、動画を、流したいと思いますんで、明治大学と順天堂大学の、はい、取材動画を流したいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。流せますか、はい、流したら多分牧さんは一回離席すると思います。行ってきます。1分20秒しかない動画なので、はい、帰ってきます。どうぞ。 はい、まあ、タレントと言われる選手は、まあ、いないですけど、まあ、チームワークだったり、まあ、一人一人の役割がしっかりしているので、まあ、去年にもう負けないぐらい、まあ、チームワークありますし、まあ、しっかりしたチームにできていると思います。まあ、明治の三原則っていう部分は、まあ、絶対誰よりもやらなければいけないと思いますし、まあ、あとは副キャプテンになったということで、まあ、やっぱりチームを引っ張る声だったり、まあ、そういう部分はもっともっとやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、チームとしてはまず3冠を取るっていう部分で、まあ、昨年2冠を取ったんですけど、まあ、インカレで負けてしまったんで、まあ、その反省を生かして、まあ、3冠を絶対に取りたいなっていうふうに思ってます。まあ、個人としては、まあ、チームを勝たせられる選手になるっていうことと、まあ、あとはユニバーシアードがあるので、まあ、そこに選ばれて、まあ、世界一になれるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、今年が本当に勝負になってくると思うので、まあ、意識はしてますけど、まあ、明治で結果を出せば、まあ、いろいろな方が見てくれると思うので、まあ、まずは明治で結果を出せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、あ、開けました、ごめんなさい、僕は僕の画面はちょっとまだ流れてたんでごめんなさい。はい、これが柴田選手のねコメントでしたね。はい、まあやっぱりプロ入りも視野には入れているでしょうね。はい、はい、しっかりしてますよね。はい、そうですね。はい、まあね、それだけプロに行った、はい、あの先輩方にね囲まれてプレーしていた選手ですからね。はい、しっかりそのあたりを見据えているんじゃないかなっていうふうに思います。はい、あれ柴田選手にでもついてのコメントを聞きたいので、はい、ちょっと伸ばします。あ、そうですか。はい、どうでしょう、栗田監督にもコメントいただいてるんで先にご紹介させていただいていいですか。はい、まあ、あの明治大学の栗田監督、からちょっとコメントをいただいています。まあ、まず OB の選手たちについてっていうことなんですけれども、卒業した選手たちと、連絡を取ることは、まあ、あまりないんですけれども、時間があれば試合の映像は見ていますと。特に期待しているのは、J1 で試合に出続けている室谷、FC 東京の室谷選手ですと。でも試合に出ていない選手の方が心配で気になってしまいますと。これはまあまあ親心ですよね。やっぱり監督さんね、4年間、指導されてプロに、ね、選手が行ったわけですからね。はい、明治大学ならではの、練習指導についてということなんですけれども、練習から球際などには厳しいと。泉などプロに行った選手は、練習から自分に対してもチームに対しても厳しくストイックだった、そういう環境がこれまでにプロを多くして輩出している要因だと思う、在校選手には OB の、話をすることもある、例えば、右サイドバックの岩竹勝也には、室谷は1試合で10本クロスを上げてたぞと葉っぱをかけると、そうすると岩竹は次の試合で11本上げるようになるということでですね、はい、まあ、こういったね、まあ、普段の練習からやっぱまあプロに行く選手が多くいると、それが刺激にはなりますよね、ね、先輩方だったりとか。近い位置にそういう大背中があるっていうのは、確かに確かに、すごいことですよね。うん、そうですね、はい、それから今シーズンについてということで、昨年は2冠を取り、選手たちは今年こそ3冠をと意気込んでいるが、1つ取るだけでも難しいと。今は 4-3-3 システムなど新しいことに挑戦していて、出来もまだまだなので、一つ一つしっかりと勝ちにいって結果がついてくればいいと思うということで、栗田監督は、コメントを寄せてくださいました。ありがとうございました。はい、お帰りなさいませ。あ、お帰りなさい。大丈夫ですか彼は。はい、ということで今ちょっと柴戸選手の動画を、見ていて、なんですけども、柴戸選手についてはちょっとコメントをぜひもらいたいということなんですけれども、はい、どういう印象がありますか。うん、やっぱり堅実で、ボール出し能力とか、はい、そういうのも高いんで、うんうん、僕はスカウト時代から注目してた選手の一人です。なるほどなるほど。ちなみに例えばなんですけれども、あえて例えばプロで似てる選手とか、こういうタイプの選手ですよみたいなのを挙げるとしたら、あ、どうだろうな、難しいですね。
難しいですね。難しいですね。ですね、はい。まあ、ちょっとぜひね、まあ、プロ注目の明治大学の、ね、中心選手なんでね、気になる方は会場に行っていただいて、どんな選手なのか、ね、はい、実際に見てきていただければなというふうに思います。これは次は、寮の動画になりますか。どうですか、はい、いいですか。はい、そうなんですよ。明治大学の特徴、選手たちが暮らすグラウンドすぐ横にある寮を、主将木戸幸喜選手に案内してもらった動画ですということなんですけれども、流れますでしょうか。ちょっと待ってください、はい、寮って見れないですもんね、普段絶対なかなか、まあ、その学校に所属してる選手じゃないと入れないですよね、うん、今回そこに入れていただいたということなんですけれども、はい、僕は選手が取ってるってことですね。はい、通いましたけどね、明治大学の寮は。なるほどなるほど、はいはいはい、そうですよね、はい、まあ、それこそね、泉選手、高橋選手とかね、はい、明治大学出身の選手ですからね。流れますか。はい、ここの大学はちょっと緊張するなっていうのとかってあるんですか。いや、そんなことは、まあ僕ね、関東大学サッカー出身なんで、はいはいはい、みんなおーみたいな感じでやってくれるんで。ああ、そうですか、なるほど。駒沢とかに行くとなんかまたちょっと違った気持ちだったりとかするんですか。もう母校ですからね、はい、気は楽です。やっぱりそうなんですね、はい、はい、どうですか、流れそうですか。はい、はい、じゃあ行けますと、はい、いうことでちょっとご覧ください、どうぞ。行けますか。はい、明治大学大会サッカー部主将の木戸幸喜です。ここは、自分たちが普段生活している寮になってます。ぜひご覧ください。じゃあまず食堂から案内したいと思います。どうぞ。どうぞ。ここは、普段朝昼晩と選手が、ご飯を食べています。あとはミーティングをやったり、まあ、テスト機会になると勉強するスペースになっているので、まあ、そういう感じで普段生活しています。で、まあ、こんな感じでみんな練習後とか練習前とかご飯食べてコンディションを整えている模様です。ご飯のシステムとか。ご飯は、基本明治は学校始まったら朝練なんですけど、朝3時ぐらいから寮母さんが作ってくれて、であそこの棚に並んでるのを食べるんですけど、まあ、朝早すぎてみんなお茶漬けとか駆け込んで朝練行って、朝練終わってから朝飯みたいな感じなん で昼は弁当をで、夜も、昼過ぎから寮母さんが作ってくれるご飯をみんなこう食べるっていう感じですね。そんな感じですね。じゃあ選手にご飯の感想を聞きたいと思います。で、3年の袴田雄太郎選手です。ご飯毎日とっても美味しいです。でも火曜日は朝はパンとバナナでみんな朝食って昼は弁当っていう感じです。じゃあ選手権王者のこの隅田翔くんに聞きたいと思います。はい、ご飯。
いや、美味しいです。はい。美味しいです。だそうです。まあみんなコンディション整えるために毎日3食は食ってます。で、今入ってきた、ゴリゴリな村田光一くんにご飯の感想を、はい、ご飯どうですか？ご飯とってもいつも美味しく食べてます。この、はい、いい体になってるのがこの見てわかるようにこのとっても美味しいです。まあそんな感じです。はい、次はお風呂紹介したいと思います。どうぞ。まあ、ここが脱衣所でみんな服脱いで、まあ、洗濯カゴに入れて洗濯するっていう感じです。で、ここは個人のシャンプーとか個人で持ってるボディソープとか置いてある場所で、今何選手ぐらいが、一応この寮に住んでるのは40人ぐらいなんで、そうですね、40人分はありますね。はい。で、お風呂の中はちなみにスリッパで入るんでこんな感じで、これも40人で使います。そうですね。で、まあ湯船で、まあ一人で使えばリッチなんですけど、最大6人ぐらいは頑張れば入れます。で、今入ってるのが中村健太です。はい、こんな感じですね。で、まあ、あのバケツはあの水が入ってて、まあ、アイシングというか交代浴する選手もいるし、はい、そんな感じです。次にトレーニングルームを紹介します。まあ、通称トレルって呼んでます、みんな略してトレルと呼んでます。そうですね、トレーニング、サッカー部のトレーニングルームなので、そこはまあ自由に使ってますね。で、こちらがトレーニングルームになってます。で、普段はリハビリの選手が練習やってる時間でこっちでトレーニングしたり、まあ自主練で筋トレとかする選手もいますね。基本はリハビリが使うんで、それ以外の時間はみんな筋トレとかやって、で、まあ練習前に体作ったりする選手、体幹とかストレッチとかする選手もいるんで、まあそうですね、そういう場所ですね。で、あとはトレーナーにケアしてもらったりベッド で、あとは治療、電気流したりっていう、まあ、治療にも使える場所です。あのところにも長友選手が、そうですね、やっぱ先輩を見てみんな頑張ってます、はい。ここの階段を上ると、普段自分たちが寝泊まりしているプライベートゾーンです。まあ下は結構すごいんですけど、上はもっと、綺麗なので、見せれません、はい。で、まあ普段明治のサッカー部はここでみんな生活してるんですけど、まあみんなこう、まあワイワイやりながら、まあ辛い時もうまくいってる時もみんな一緒の生活をしているので、まあそこが強みなんじゃないかなと思います。まあそうですね、住めば都なんでみんな楽しんで生活してます。以上で
明治大学体育会サッカー部の寮の紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、なかなか見られない、まあ、明治大学サッカー部の寮だったんですけれども、すごいですね、40人一緒に、はい、あそこで暮らしてるって、え、女性から見てどう思いました？何よりもトレーニングルームが一番広かった衝撃でしたそうですよね、食堂もね、はい、ありましたけども、すごいです、寮母さんも、まあそう、席はね、でも3時からやっぱりね、作って、寮母さんがね、朝も作って、で昼も作って夜も作って3食ね、ということで、やっぱりそういったところのサポートする方々のなんていうんですか、あの存在っていうのは欠かせないですよね、うん、はい、ということで、これ結構貴重な映像になるかもわかんないですね、この先ね、あのひどくんのね活躍ももちろんなんですけれどもね、おいしいレポートでしたね。ね、でもね、あのすごく頑張ってやってくれて本当にありがとうございました。はい、次どうしましょうか。まだまだ動画あるんですけれども、順天堂大学の方行きますか。行きますか。いいですか。主将、今案内してもらった木戸選手のインタビューがあるので、あ、コメントがあるんですね。はい、まあね、せっかく案内してくれてね、もっとやっぱりキャプテンっぽいねコメントもね、話したいねだろうからね、それぜひちょっと聞いてみましょうか。はい、はい、これちょっと繋いだ方がいいですか。大丈夫ですか。もうすぐ行きますか。あ、ありがとうございます。いや、でも楽しそうだったな、寮、寮楽しいですよ、ね、僕高校大学寮だった。本当ですか。はいはいはい。まあ、ポジションはフォワードなので、まあ、得点に絡むプレーだったりゴールに向かうプレーっていうのをしっかり見てほしいし、まあ、オフ・ザ・ボールの動きだったり、まあ、相手選手との駆け引きっていうのを結構意識してやってるので、まあ、そういうところが一番アピールポイントじゃないかなと思います。でもやっぱり明治入ったのは、さっきも言ったリュウジ君がいたからっていうのもあるし、まあ、そういう大きい存在があったから決めたっていうのもあるんで、まあ、大学中は盗めるとこは盗んだりしてたので、まあ、自分もプロの世界に行ってこう一緒にプレーしたり対決できたらいいなっていうのは思いますね。まあ、今シーズンは、まあ、去年を超えるには3冠しかないので、まあ、しっかりそこに向かって、チーム全体で同じ目標に向かって、日々の練習からしっかり切磋琢磨してやれば絶対結果は出ると思うので、まあチームメイトを信じて最後いい結果が出るように頑張っていきたいと思います。ということでね、やっぱり去年2冠達成してるだけあって気合の入り方はすごいですよね、うん、はい、ね、ちょっと今ねこれ番組ご覧になってる皆さんもそうですけどね、これだけいろいろ寮の案内もしてくれて、こういったねしっかりしたコメントも寄せてくれたんでね、明治大学の木戸選手はぜひね応援して、はい、行きたいですよね。はい、どんどん行きますか動画。はい、それとね、もう一個、これ注目校の一つですよね、順天堂大学、取材させて、いただきましたので、そちらの、動画を見ていきたいと思いますけれども、すぐ出ますか。はい、はい、すぐ出るそうなので、まず最初はどれですか。キャプテンですね。はい、主将の坂選手と、キャプテンの米田選手のインタビューということなんで、ぜひご覧ください。じゃあすぐ行きます、ね、はい、お願いします。キャプテンでディフェンスの坂圭介です。副キャプテンでミッドフィルダーの米田俊也です。キーマンですか、やっぱ米田君が点取ってくれたらチームは勝つし勢いにも乗ると思うんで、米田君に頼みたいです。はい、頑張ります。最上級生になって、まあ、今年から10番も世話してもらうんで、しっかり、まあ、責任感っていうのを持って、まあ、リーグ戦で結果を出したいなって思います。今もう最終ラインで
まあ、引っ張っていって、まあ、キャプテンとして後ろからコーチングだったりとかでチームを励ましてもらって、まあ、失点はゼロでほぼ終われるようにしてほしいです。頑張ります。もう本当今年こそタイトルをっていうのを本当に強く思ってます。まあ、自分も一緒で、まあ、2年から指導を受けて、まあ、今年で3年目になるんですけど、まあ、本当に積み上げてきたっていう実感があるんで、まあ、今年しっかりみんなでこうタイトルを取れたらなって思います。米田君、いや本当にサッカーが大好きっていう、本当にサッカーのことばかりいつも言ってきてます、はい、サッカーに対するこだわりが強いんで、やっぱ自分が正しいって思ってることは本当真剣にやってくれてます。やっぱ時々見せるプレーがまた上手いんですよね。やっぱなんでその部分は尊敬してます。キックとかたまに蹴るんですけど、あすげえとか思います。そうですね、本当にキックが右も左もめっちゃ上手いんで、すごいなと思います。チームとしてはやっぱ3冠を狙ってるんで、まあ、一戦一戦ですけど先を見ずに、とりあえず一試合一試合まず明治の試合に勝って、そこから勢いになっていきたいです。まあチーム目標だったら、まあ、リーグ戦で優勝することなんで、まず前期からいい順位で、終えられるようにまず明治戦からいい準備をしていきたいなと思います。で、まあ、大臣杯も、まあ、インカレもできれば日本一を狙って、やるっていうのが目標です。せーの、優勝するぞ。合わせてよ。オッケー、せーの、優勝するぞ。おー、すみません。はい、ね、主将の坂圭介選手と、副将の米田隼人選手、俊也選手ですね、インタビューをお聞きいただきましたけれども、はい、堀池さんが、ね、順天堂大学が監督されているということで、順天堂大学の印象っていかがですか？やっぱりあの厳選してあの選手をやっぱピックアップしてきてるんで。そうなんですか。人数自体は少ないんですよ。はい、少数精鋭的な感じですか、はい、なんですごい魅力的なサッカーをこうしてると思いますけど、はい、ということでね、去年もベスト4というかね、上位4強に入った、注目校なんですけれども、まだいけますか次の動画。はい、はい、次は、強力2年生2トップということでですね、はい、注目選手にもね挙げられる、旗手レオ選手と、ごめんなさいちょっとこれ、浮田選手、はい、浮田健介選手の、インタビューということで、こちらもご覧いただきたいと思います。これもじゃあ行きます、はい、まあ、去年 の, あの、まあ、前期の途中ぐらいから組み始めて、で、まあ、その組み始めの最初の試合でお互いに点取って、で、まあ、そこからずっと組むようになって、でも最初は、まあ、タイプも全く違くて噛み合わなく部分もかなりあったんですけど、まあ、もう終わり頃にはレオがもういっぱい相手引きつけてくれるんで、自分が簡単に不利になったり、逆に自分が引きつけれる時もあればレオ軍の、まあ、良さが出せてるっていうのが増えてきて、まあ、今年も練習試合とかで、まあ、レオ選抜とかであんまりいないんですけど、組んだ時にはすごいやっぱやりやすさっていうのはもう去年とは比べ物にならないぐらい、はい、感じてますね。初めてそういう代表っていう日の丸背負ったとこ入ったんで、まあ、緊張もあったんですけど、まあ、最後の辺になれば自分のプレーも出せて、まあ、すごくいい経験になったし、自分の成長につながった合宿遠征だったのかなっていうのは思います。まあ、オフっていう部分では小川航基選手が本当に上手くて、常にそのボール動くもらうためにオフの部分で何回も動き繰り返してたんで、オフの動きもすごいなって思いましたね。まあ意気込み、目標とかそんな風に、まあやっぱり今
今年まあそのオリンピックじゃないよ、間違えちゃったあのアンダー20のワールドカップもまあ今回入ったってことで自分にはチャンスあると思うんで、まあそこにもまあ次に4月にもう一回あるんでそこにも入るか入らないかまだ分かんないですけど、まあそこもしっかり試合に出つつ、やっぱりユニバがあるんでそこでしっかり活躍すれば世界にもやっぱ注目されてる大会なんで、まあそのユニバっていうところでしっかりまあ金を取れるようにまあ頑張りたいっていうのと、まあ3年後のオリンピックも3年後のオリンピックも自分たちが出れるチャンスがあるんで、そこをそのまあ目標にしつつ、それまでの過程っていう部分ではいろんな経験をして、そこのオリンピックでしっかり出れるように頑張りたいなって思います。まあ目標とか意気込みとしてはまあそうですね、自分ももう刺激もらいながら、隣にいるいつも、はい、レオに刺激もらいながら、まあ全然今は、まあ、レオとか選抜選ばれて代表って考えてるんですけど、そこにいずれ追いつけるように、もう追いつき追い越せで、はい、でまあそういうのを考えたらやっぱこの大学の時間を本当に毎日大切にして、はい、でも結果にとにかくこだわって、でまあプロっていう道がしっかり開けるように、はい、もうそういう選抜とか代表とかに入れば、まあ、いろんな人が見てくれてるんで、まあ、そういうところに立てるように、はい、しっかりやっていきたいと思います。そうですね、まあアカデミーの出身の選手がもういっぱい出てて、まあ、監督も自分がユースの時にやった下さんで、まあ、本当に、まあ、スタッフにもユースの頃お世話してくれてた人がいっぱいいるので、まあ、最終的には戻れたらいいなというふうには思ってますね。はい、言っちゃっていいですか？好きなチームは一応フロンターレ。フロンターレとか本当に面白いサッカーしてるんで、まあ大島さんだったり長谷川達也さんだったり先輩も言ってるんで、本当に面白いなっていつも見ちゃうんですよね。面白いっすよね、フロンターレ好きっすよ。これ流してください、他のクラブ。これ使ってください、他のクラブ取りに行こう。好きなチームぐらいだったら好きなチームは大丈夫ですね、はい、まあ、行きたいとか、まあ、そういうのも関係なし、好きなんで、はい、あ はい、ね、2年生コンビでしたけど、初々しかったですね。可愛いですね、はい、でもね、彼ら2人はあれですよね、旗手選手は、高校ね、2016年の、高校選抜入ったところから1年生で全日本選抜、うん、大学選抜も入って、まあね、今のところ大学生で唯一アンダー20の、あ、唯一じゃないのか、ごめんなさい、あ、そうかそうか、はい、なんで、ね、フォワードで、U20 韓国のワールドカップですか、はい、に出場できる可能性が、ね、かなりあるというような選手ですね。で、浮田選手の方も、レイソル時代には、2種登録ですか、ね、されてね、レイソルのアカデミーといえば、まあ、下平、ね、トップの監督がの教え子でね、中谷選手とか中山選手とか、ね、そうそうたる選手が、ね、いるところで一緒にやってた選手ということで、かなりねもう、経験も実績もあるような、ね、2人でしたけれどもね、はい、かなり期待がね順天堂大学そうするとできそうですよね、本当に、はい、ちなみにあれですか、牧さんの注目選手って今まあね、番組だったりとかで注目してる選手をいろいろ何人か、ね、あの動画も含めて紹介させていただいたんですけれども、はい、牧さんがおすすめの選手とかっていらっしゃいますか？それこそ今 VTR 出てた旗手選手はやっぱり見ててすごいワクワクするし、攻撃のところではすごいいい選手だと思います。はいはいはい、
他になんかここで上がってない選手とかっていらっしゃいます？僕誰を挙げたんでしたっけね。あ、そうですね、あの去年見てた、よく見てたのがやっぱ日体とか国士とか国士館とかよく見てたんで、はいはい、平川選手、フォワード、まあ僕タイプも似てるっていうのもあるんで、なるほどなるほど、僕よりいろんなことできるなって思いながら見てました。はい、ね、平川選手、札幌のアンダー18出身ということです。ヘディングも強いし、はい、足元も収まるし、はい、なるほど、点取る感覚もすごいと思う、はい、もう一人の選手は荒木選手、荒木選手、はい、はい、やっぱりサイドのところであの仕掛ける姿勢だったりとか、うん、あのやりきるプレーは、うん、あのすごく魅力で、チャンスメイクっていうところでやっぱり多くの得点をあの演出してたし、去年僕がスカウトしたあの松本浩平が、はい、ね、点取ってたのも、はい、この選手がいたっていうのもやっぱり大きかったと思うんで、はい、なるほど、はい、まあでもあれですよね、さっきの旗手選手とか浮田選手みたいに高校時代からねものすごい実績出していた選手だけじゃなくて、まあ平川選手はねプレミアリーグイーストで得点王になってますけどね、荒木選手はねそこまで全国的にトップの活躍してたわけではないというところからね、これだけのやっぱり牧さんも注目するような選手にね成長された、さっきの松本選手もそうですよね、なんでこういうところがあるのはすごい面白いところですよね。やっぱり4年間ね追っかけていくとその成長みたいなのがやっぱり、そうですね、あの選手がこんなたくましくなったのかっていうのはやっぱ学生サッカーはそれがあるんで面白いっていうのはありますよね。なるほど、そうですか、はい、ということで、ね、いろいろ動画を撮らせていただいて明治大学と順天堂大学の皆さん本当にありがとうございました。はい、そして、このハーフタイムの映像、はい、はい、大学サッカーね、たくさん J リーガー輩出しているわけなんですけれども、このお昼12時に放送しているサッカーキングハーフタイムでも、毎週木曜日が大学サッカー会ということで、やらせていただいてまして、昨年出演していただいた選手からもたくさんの J リーガーが誕生してます。ちょっとね名前を僕がポロポロ言ってしまいましたけれども、はい、ね、出演時の VTR まとめておりますのでちょっとご覧ください。刺激になる、同年代には、今 FC 東京にいる室屋選手、うん、で一つ上の代にそれこそマリノスにいる富樫選手、あと大宮の山越選手など、J リーグで活躍している選手がいるんですけれども、やっぱそういう同年代のチェックとかっていうのは、試合もちろん見ます、うん、特に、まあ、マリノスをやっぱ見るようにして、うん、まあ、大体見るときは生で現地行って見たりするんですけど、会場でね、はい、うん、したらやっぱ木田とか同年代でいるので、うん、あ、そうだ、はい、同い年、同じ選手と同級生、ね、小学生から、はい、小学生か、あ、そうか、はい、一緒だったんで、裏今に行くんですか、所属の大学とはユニフォームで違うところで出た気分ってどうでした？気分ですか、うん、東京のユニフォームってね、いや、やっぱ、うん、でもちょっと客観的に見たときに、やっぱ、はい、画像とか見たとき、はい、ちょっと青似合うなと思って、ケイヤはあれなんですよ、なんか相手チームの応援とかにもたまに、お前そんな言わんでいいよブスとか言われるんですよ、だからそういう便乗して俺とかがまた言うんですよ。なんでもおかげでメンタル鍛えられたような、お前に言う、リフティング対決始め、この一斉に旅を覚え、心がいけるんだ、ちょっとラップのところが僕ら音が聞こえなかったので残念だったな、後でね、はい、でもね、これだけね、先ほど本当に名前挙げた選手ね、もうすでに活躍してるよとかっていう選手ね、長門選手とかね、
本当にいろいろ出ていただいて、ね、よかったですね、すごいね、この番組やってよかったですね、本当にこれは活躍してもらえると、はい、嬉しいですね、はい、ということでね、すでに試合に出てるね長津選手とか、ね、たくさんいますよね、はい、今年ね、もう、番組に出てくれる選手もね、いっぱいいれるでしょうからね、そういった選手たちにも非常に注目していきたいと思います、はい、ぜひ、この番組見てる皆さんも木曜日の回を、ご覧いただければと思います、さてでは最後なんですけれども、はい、リーグ戦を運営している関東大学サッカー連盟の、学生幹事長、笠原さん、はい、ご出演いただいてということで、PR をしていただきたいと思うんですが、ぜひこちらへどうぞ。あ、一瞬ね、こっち側から、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと自己紹介を簡単にあ、もうちょっと前に、もうちょっと前に、はい、マキさんがやっぱりほら、はい、体が僕お世話になったそんなお世話になったちょっと簡単に自己紹介していただいて、はい、はい、明治大学4年の笠原と申します、はい、幹事長ということで学生の代表をしております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに学生幹事長って どういう仕事なんですか？ですね、関東大学サッカー連盟は、はい、学生が基本中心になって、大会とかいろんなことの運営を学生が中心になってるんですけども、うん、まあ、一応その中で代表ということで、まあ、リーグ戦の、まあ、運営ですね、いろいろいろんなことを企画であったり、すごいですね。へえ、だっていわゆるもう本当にね、試合とかの運営とか競技場とか借りてやってる中の運営を、ね、仕切るっていうことですよね。まあ、コメントでもね、漂う主任官とか言ます有能層とか来てますけどね、はい、仕事できますからね、本当に。まずはちょっとリーグのスケジュールだったりとかご紹介いただけるような、はいはい、ことがあるということなので、ぜひお願いいたします。なんか出ますか？写真が出るんでしたっけ？はい、画像が出るんですよね、スケジュールのね、はい、いいコメントばっかやんな頭良さそうとか、友達がいいこと打ってくれてるんですね、見てくれてねえ、俺トイレとかばっかりやな幸せとか各大学からあれですよね、そうですね、メンバーというか、はい、大学リーグ戦、はい、関東大学サッカーリーグに所属してる、はい、まあ、24大学から代表で集まってもらって、一部二部の、はい、はいはいはい、あと少しちょっと有志というか他のとこから集まって学生もいるんですけども、そうなんですか、はい、うん、全部でどのぐらいの、今は大体70名ぐらいで、すごいな、まあ、ちょっと4年生、前の4年生が今卒業して、うんうん、で1年生が入ってきてないので、ああ、そっかそっか、まだね、入学したばかりですもんね、終わるくらいには90人超えるぐらいの学生がいますから、ね、すごいね、みんなモチベーションが高いというかね、それだけ支える人が選手だけじゃなくているっていうことですよね、はい、その中で幹事長ってどう選ばれるんですか？はい、基本的にはもうなんですかね、その学年の中で、うん、自分たちで話し合って、はいはい、誰がやるかっていう話をして、うん、決めますね、はい、1年生からずっと笠原さんはもうその参加してるっていうことですよね。はい、僕1年生の4月の中旬ぐらいからですから、ね、ちょっとずつ経験、すごい、最初のまだ体験だったんですけど、はい、そのぐらいから、はい、やってます。へえ、それきっかけって何だったんですか？なんで1年生は、はい、僕は、まあ、サッカーの仕事がしたいっていうふうに高校生の時から思っていて、へー、それでちょっと受験は失敗しちゃったんですけども、明治大学で失敗本当は、怒られる明治大学で本当はちょっとスポーツ系の勉強したいと思ってたんですけども、はいはい、ちょっとそっちの方の学部失敗しまして、はい、で明治大学入ったんですけど、はい、でサッカーの関わるにはちょっと体育会に関わるのが一番いいのかなと考えて、それでちょっとサッカー部の方にマネージャーをやりたいっていう連絡をしたら、サッカー部から学連を紹介してもらって、マネージャーっていうよりはそういう学連でやった方がいいよっていう風に紹介してもらったんですか？一応マネージャーもちょこっと兼任してるんですけども、はい、どっちかというと学連メインで。おー、すごいじゃないですか。へー、みんな、ご自身はもともとサッカーやってたわけではなく、あ、高校までは一応自分もサッカーやっていました。なるほどなるほど、そうなんですか。いけそうですか？はい、ごめんなさいね、ちょっとつながしていただきましたけども、でも良かったですね、今いろんな話が聞けたんでね、どんなことを考えてらっしゃやってるのかとか聞けたんで良かったと思います。日程からでいけますか？
はい、じゃあ日程からなんですけれども、どうぞご紹介お願いします。はい、こちら開幕戦第1節の日程になります。こちら一部の日程ですね。はい、まあ、注目カードとしては、はい、まあ、初日の2戦、こちら、去年の昨年の全国大会の決勝カード2戦になってますね。1試合目が明治大学対順天堂大学で、こちら総理大臣杯の決勝の再戦、はい、そうですね。で、第2戦が筑波大学対日本体育大学、こちら、インカレの再戦になりますね。いきなりこの4強が対戦するわけですか。はい、そうなんですか。その他のカードでいう と、例えば新しく2部から上がってきた学校とか、そうですね、注目で言うと、東京国際大学対流通経済大学、はい、東京国際大学が今年から、昨年2部優勝して1部上がってきてます、はい、なるほど。ともう一つは駒沢はそうですね、駒沢大学プレッシャーがちょっと今なんか書き消されたような大注目今言わされたかすごかったですけどもうあれですよ、プロの修羅場をくぐってきた眼光でしたよ今牧さんが、はい、ということで12チームですか。はい、次は、はい、今度はこちら一部の第2節、はい、第3節のカードになります。はい、そうですね、あ、でも明治大学対日本体育大学っていうのは去年上位対決ですよね。はい、はい、あ、なるほどなるほど。場所はこれどのあたりになってるんですかね。アジフィニシ、こちら、味の素フィールド西ヶ丘。なるほどなるほど、西ヶ丘競技場ですね。はい、はい、皆さんかなり行きやすいですよね、場所としてはね。はい、赤羽ですかね。はい、夢の島ですか。はい、はい、これはまあ江東区ですよね、はい、これは J3 の試合とかやってるんで ね、東京近郊で試合見られてる方は多分ね、はい、おなじみのスタジアムだと思います。タツノコっていうのはこちらタツノコフィールドということで、はい、龍ヶ崎の方に、そうですね。あ、なるほどなるほど、茨城県ですか。はい、ですね、あとは3節も多摩陸江戸陸ということで、と両方とも都内ですかね。これもまあ、ね、JFL とか、女子のリーグとかですかね、うん、なでしこリーグとかやってるような競技場ですよね。はい、あとは順天堂大学グラウンドということで、順天堂大学グラウンドは結構立派なんですね。じゃあね、このリーグ戦ができるってぐらいですかね。そうですね、はい、ということでこれね、今写真でご覧いただいてますけども、ゴールデンウィークにかけて2節3節と、いうことで行われていくと、はい、いうことになっております。はい、それから、イベントに関してなんですけれども、はい、集中応援ですか。はい、はい、これ僕も昨年ちょっと番組に、ね、出させジョガガールの方と共演させていただいて、集中応援っていう、キーワードいろいろ聞いたんですけれども、集中応援ってどういうものなんでしょうか。ですね、まあ、大学リーグの認知度とか集客アップのために、はい、消してもいいよワイプワイプいらない集客アップのために、はい、まあ、学連の方から、お願いをしつつ、はい、大学主催でチームの主催で行っている、うんうん、まあ、イベントでみたいなのがありますね。はいはいはい、具体的に例えば去年の実績でいうとどういうことをされて、去年ですと、まあ、大学のチアリーディング部とかを呼んで、はい、ハーフタイムショーを行ったり、うんうん、あと地元とか大学近辺の子どもたちを呼んでエスコートキッズをしたり、あと中には SNS 対決ってことで、ツイッターとかで、はい、どちらが面白かったかみたいな、リツイート対決とかもしたりしてました、ね、なるほど、はい、あと OB のサイン入りグッズとか、お、そうなんですか、企画してる大学もすごいですね、はい、ということで、まあ詳細は、今黄色く塗られてるところが集中応援が実施される、そうですね、第4節に、最初の集中応援ありますので、はいはい、ということで詳細のねところは、ジュファ関東、はい、の、ホームページですね、はい、今リンク出てますけれども、こちらご覧いただければなというふうに思います。はい、特に、初のこの筑波大学対琉球大学が、はいはい、茨城ダービーということで、ね、あ、なるほど、そうですよね、確かに確かに、いただいて、はい、会場も茨城なので、はい、ぜひお越しいただければと思います。あ、特にそうですね、地元の方、近所の方っていうのはね、ご覧に、見に行くと面白いかなと思います。はい、それから会場でのイベントグッズ販売ということで、はい、今ね、集中応援のお話もイベントということでありましたけど、はい、その他のところも、はい、こちらは、毎週集中応援と関係なく行っている、うん、毎週、はい、有料の会場で行っているイベントになります。はい、ウェルカムイベントということで、はい、こちらの、こちらの寄れる
スタンプカードがあるんですけども、はいはい、こちら会場でお配りしてるかわいいスタンプカードです。こんな感じになってます、はい、でこちらなんですけども、はい、5回集めていただくと、うんうん、漏れなく商品をグッズをですねプレゼントするんですけども、はい、そちらがちょっとこちらでご紹介させていただきます。はい、ちょっと見せてください。へー、なるほど。3種類の中から1つお選びになれるんですけど、うんうんうん、1つ目こちら、ミカサの、ミカサさんからしてトートバッグですね。あ、なるほど。こちら、例年ご用意させていただいてて、おなじみ、大学サッカーお越しいただいている人にはおなじみかなと思います。なるほど。カラーも何色かあって選べるので、はい、お願いします。はい、なるほど。で、今年から2つ新しいグッズが、はい、あ、そうなんですか。はい、1つ目が、こちらのボールペンですね。はい、まあ、3色使えるボールペンなんですけど、タッチペン機能付きということで、へー、5回、あ、はいはいはい、はい、あ、タブレットとかでってことですね。そうですね、こちらね、スマートフォン、タブレットで使っていただけると思います。なるほど、なるほど、はい。そして3つ目がこちら、付箋ですね、カバー付きの付箋ということで、はい、じゃあデザインが、そうですね、こちら大学のチームの写真を載せて、はいはいはい、ちょっとこれ撮った方がいいですかね、すみません。ああ、ぜひぜひ。こちら大学の写真付き、はい、それが上のカバーになってるんですね、はい、それめくってもらうと、こちらめくるとこんな感じに、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、あ、 SNS のアカウントと書いてあるということで、はい、この3種類の中から5回来ていただくと選んでいただけるという。なるほど、なるほど、はい。このスタンプカードっていつからありますか？ですから僕が多分学連になった頃にはもうあったので 4,5 年は間違いなく10年くらい。私行った時あったかな、もっと前だったかな。もっと前なんじゃないですか。それスカウトの人にはくれないの。結構毎回受けないということなので。そうか、払わないとダメなの、ね、有料の会場でのイベントということだったので、はい、そうですね、はい。ということで、このあたりがじゃあ、会場でのイベント、はい、グッズ販売っていうのもあるんですか？はい、グッズ販売、はい、行っております。はい、そうですね、こちらのプログラム先ほど、あ、そうですね、ご紹介いただきましたけども、はい、公式プログラム、これがまあね、しっかり全チームの、これ、まあ、たまたま日体大のページ開いたんですけれども、はい、登録選手、はいはい、が例えば載ってたりとかね、グランド所在地、昨年度の成績とかね、監督さんのコメントとかもね、もちろん載ってますと。で、あとはですね、まあ、会場の案内とかもちろんあるんですけれども、選手名鑑と、あとは、あ、これがちゃんと2部までね、そうですね、載ってるんですね。1部2部ちゃんと全チーム載ってますと。登録選手30人ですね、30人ずつ載ってますということで、あとはこういうね、データ系ですか、が載ってますということで、あ、大丈夫です、はい、こういうね、過去の、優勝、去年の成績だったりとか、これまでの優勝校だったりとか、まあ、そういった情報も載ってますと、はい。で、あとはですね、これちょっと僕見てて気になったのが、どこだったっけな、これか、これね、一番、あ、一番前か、ごめんなさい、とこですね、これか、こっちか、特集ページが、あ、ごめんなさい、ここだ、はい、ここですね、はい、これですね、ごめんなさい、インタビューですね、はい、明治大学体育会サッカー部 OB 座談会ということで、まあね、OB の、選手で、アルディージャに入団されているお三方ね、こうやって座談会という形で、やっていただいております。はい、山越選手と瀬川選手と、川原選手ですかね、はい、3名の、対談という形で載っていますので、こちらもちょっとね、見どころかなという形になっております。はい、プログラムですね、はい、はい、それと販売しているのがこちらの、ぜひよろしかったら持っていただいて、こちらのユニフォームストラップ、これいいですね、かっこいいですね、はい、こちら駒澤大学のものですね。どうですか、これなんで17番、これ17番なのは、一応2017年ということで、あ、そういうことか、下2桁
背番号に。僕の背番号とかじゃないですね。そうなんです。はい。こちらも学生の手作りで。手作りなんですかこれ。紙をちょっと印刷して、はい、ケースがあるんですけど、これ使ってくり抜いて。でも模様っていうかユニフォームのなんていうんですか、この柄とかもしっかり出てますよね。ね、はい、ただ赤いだけとかじゃなくて、ちゃんとこのね、ユニフォームのデザインがちゃんと再現されているということで。こちらあの24大学一部二部所属全大学分。あ、全部あるんですか。はい、へー、じゃあ僕の母校のやつとかも、一応2部までに入っているんで、あったりとかするんですね。僕は国士官ですね。はい、はい、あるということで良かったです。はい、ということで、グッズの紹介大丈夫ですか。はい、はい、ということで、こういったねイベントだったりグッズだったりとかもあるということで、ぜひね試合ももちろんなんですけども、試合以外のところもねぜひ、見ていっていただければと思います。はい、笠原館長ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、以上で特集締めさせていただきます。ありがとうございました。ということで、エンディングになります。はい、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。そして、視聴者の皆さんもありがとうございました。牧さん、ご出演されていかがでしたでしょうか。面白いですね、あのリアルタイムのコメントが。コメントがね、はい、センスありますね、皆さんねえ、やっぱ牧さんのアップの圧力がすごいということでしたけれどもね、はいはい、皆さん結構ね、名刊とかね、さっきのアルディージャさんのね、座談会も読みたいっていう方もね多かったと思うんで、ぜひ会場行っていただければなというふうに思います。はい、どうですか今期の大学サッカー、牧さん、そしたら、展望というか、どういったところに最後注目するかっていうところ、はい、一言いただければと思うんですけれども、今期の、はい、もうスカウトやってないんですけど、はい、まあでも関東大学リーグは本当にレベルが高いリーグなんで、はい、全試合注目ということで、うん、母校にも頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、笠原さん、どうですか今期の大学サッカー。そうですね、まあ、例年、はい、実力が拮抗してて、昨年はそのおととし優勝した早稲田大学が2部に落ちてしまったりと、ああ、そうですね、逆に2部から上がってきた日本体育大学と筑波大学がインカレで優勝したりと、本当に実力に差がないので、本当にどこが優勝するのか、どういう結果になるのかわからないので、全試合注目していただければ。そうですね、かなり拮抗した戦いなんでね、最後まで、ね、ずっと、ね、楽しみがありますよね。はい、ということで、どうですか長谷川優さんも大学サッカーに関して改めて、ね、ちょっと集めようかな、また私がいた時なかったみたいなんで、はい、ちょっとね、ぜひ、はい、ね、J リーグなんかもうつぶさにご覧になってると思うんですけれども、うん、そういった、ね、未来のこう、ね、はい、スターのスカウティングっていう意味でもぜひ。J3 とか行くと、やっぱ大学出身の選手が結構こう、はいはい、ガツガツやってるというか、うん、やっぱりこうすぐ結果出さなきゃっていう意味でこうガツガツしてる選手が多いなっていうイメージで、やっぱ見てて面白い印象なので、うん、そうですね、はい、私もちょっと今シーズンはまた、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、J1 から、ね、J2、J3 と、ね、大学出身の選手が、ね、うん、それぞれ頑張って、ね、特に即戦力なんかの選手は、ね、はい、どんどんやっぱり上のカテゴリーでもプレーされてますので、ね、ぜひその辺も、ね、注目していきたいと思います。はい、ぜひ皆さんまた、笠原さんもよろしければお昼また来ていただいていやでもね、すごいちゃんとしててびっくりした、緊張して、本当ですか。はい、牧さんもちょっとぜひ、ね、はい、改めて、ご出演いただければと、ぜひ、はい、思います。ありがとうございます。はい、それからね、先ほども、告知したしましたが、お昼12時の番組でも毎週木曜日は、大学サッカー会ということで、はい、選手だったり、ね、ジョハガールの皆さんにもご出演、今日ね昼間出ていただきましたけれども、ご出演いただいてますんで、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。はい、それでは、お別れのお時間となりました。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また明日お昼12時のハーフタイムご覧ください。それではまた明日、さよなら。